にジャックマインです。はい、今日はですね、ちょっともうこのためだけにちょっと動画を撮らさせていただこうということですけど、あの何かっていうと、鈴木みくる選手がですね、見事世界チャンピオンに輝きました。ブルレイン、a little bit of emotion there from Mukuru. And for the very first time, Mukuru Suzuki takes the women's world title with a 90 average, and with it, she will bring the ladies' game into a very new era. アジア人初の優勝ですからね。かなりすごいです。で、もうどんぐらいすごいかっていうと、100m 男子の桐生君がいるじゃないですか。桐生君がボルトに勝つみたいな感じですからね。まあ本当に偉業ですよ、偉業。まずそもそも予選があるんですけど、その BDO のその予選で2名代表選手が選ばれるんですけど、そこでまずアジア人に入るのが初なんですよ。それでその初出場からの初優勝ですからね。ダーツ界のもう本当に歴史を変えたって言っても過言ではないぐらい、てかむしろ変えたんですよ、本当に。ヤフーニュースにも取り上げられる、スポーツニュースにも取り上げられる、もうツイッターのトレンド入りにもなる。で、そのみくる選手が使われてた登場曲、ベイビーシャークっていう曲があるんですけど、それもダウンロードランキング再び上位に食い込んだりだったりとか、その歌ってる本家の方がツイッターで BDO でね、使われましたみたいなツイートもされてたりとか、本当にですね、もうやばいですね。まあ鈴木みくる選手とは本当に話した経験とかっていうのを、僕自身もね、まだダーツ、今年で2年目なのでちょっとあまりないんですけど、でも、まあ、僕もみくる選手とはお会いしたことが、まあ、あってですね、実は8月28日にアイカフェ仙台西口店でイベントがあった時に、鈴木みくる選手がこうゲストでいらっしゃって、実際にこうサインをいただいてツーショットもね撮らさせていただいたんですけど、本当にね、すごいんですよ。2017年、まず日本ではもう鈴木みくる選手にかなうやつがいないっていうぐらい本当にすごくて、ジャパン2017年間ランキング1位、ジャパン2018年間ランキング1位ですからね。もう日本王者ですよ、鈴木みくる選手。そんなみくる選手にね、僕はもうサインもいただいてね、もうトゥーかまへんって、もうやばい、嬉しいみたいな。はい、まあ、みくる選手は覚えてるかどうかわかんないですけど、当時は本当にそのすごい努力をされてて、もう1日108頭やってから対戦を絶対するっていう風に決めていたって言ってたんで、いや本当に努力があっての結果だったんじゃないではないかなと思いますし、もうすごいプレッシャーだったと思うんですよ。でもそんな舞台でまさかの決勝戦で歴代最高のスタッツを叩き出すっていうね、もう最強ですよ。イギリスのね、レイクサイドってところが舞台で大会が行われてたんですけど、その1回戦、2回戦、3回戦、4回戦、まあ決勝ですよね。名前を間違えるとあれなので、ちょっとお調べさせていただくと、まずすごいんですよ。初戦でまさかのリサーションっていう BDO、 その世界ランク1位の人と試合して、まさかのストレート勝ち。まさかのっつったらあれですけど、もうやばいですよ。で、2回戦が、BDO ランキング7位、オランダのシャロン・プリンス選手にストレート勝ち。で、3回戦セミファイナルですね、マリア・オブライエン選手に、これまたまたストレート勝ち。で、決勝戦でロレイン・ウィスタンレイさんに、またストレート勝ちですよ。やばくないですけど、1回戦から全オールストレート勝ちで、世界王者に輝くっていうね、すごいですよ。優勝した瞬間の時のツイッターのトレンド上位、ブワーみくる選手でしたからね。僕ももう優勝を果たした時にね、こんなん作ったんですよ。これはこれ、まあそのハードダーツの大会、まあ PDC もそうなんですけど、みんなまずこの旗を180っていうね、この旗を持ってこうみんな応援する、うーみたいな。20トリプル、20のトリプルラインに3本連続で入れて、180点なんですけど、これでうーみたいな。107 average. That just shows you what they are capable of. In again. Gonna do a 9.応援ね、後ろにもほら鈴木みくるって、もう僕もこれを持ってもう応援してましたよ。生中継でね、 YouTube ライブでやられてたので、本当に見てて、
友達とかとみんなでこう応援して、もうあのダブルアウトしてこう決まった時とかもうハイタッチしてやったりとかね、もう僕たちがすごい嬉しかったし、多分ミクル選手も本人もすごい嬉しかったと思うんですけど、あのもう応援してる側も嬉しかったし、本当に感動もしました。はい、あの実際に多分あのね、ツイッターだったりとかニュースだったりとか、まあその YouTube ライブとかでやられてたのをもしかしたらこう見てくれてるね人たちもいると、見てくれた人たちもいると思うんですけど、やっぱりその人たちもねダーツこれからどんどんねもっともっと興味持ってもらえれば嬉しいなって僕自身も思いますし、まあ世間的にやっぱダーツって言ったら暗いイメージがやっぱ僕もまだあった時期もあったんですね。なのでもっともっとこうダーツの楽しさをみんなに知ってもらいたいですし、もダーツってもっとすごいホワイトなスポーツだよっていうのもやっぱこれからね僕も動画を通して皆様にお伝えしていきたいなって、楽しさをみんなに知ってもらいたいし触れてもらいたいなって本当に思うので、ダーツのプロの人たちの試合がですね無料で実は観戦ができるんですよ。一番最近だと1月19日に、神奈川で第三橋ホールってところでジャパンっていうねその日本の大会があるんですよ。そこで多分鈴木みくる選手もいらっしゃるんですよ。なので本当にみんなでね会って、その時のねやっぱ気持ちだったりとかをこう、まあもちろんね試合中とかはダメですけど、その試合が終わった後だったりとか休憩中だったりとかで、まあこそっとね本当に声かけていただけたりとかすると、本当に優しく皆さん対応してくれるんで、まあ、バンバンね声かけていただければなと思います。ただね本当に礼儀とかそういうのをしっかりやっぱり守っていただきたいなと思います。はい、まあ、これでね本当にダーツ界がですねもっともっとてかむしろ盛り上がったと思うんですよ、だいぶ盛り上がったと思うんですけど、さらにねやっぱり盛り上げていきたいなって僕自身も思いますし、これからもっともっと YouTube もそうですしダーツもねもっともっと頑張っていきたいなと思わされた試合っていうか、いや本当に彼女の影響はすごいなって思いました。そんな感じでですね、僕の思いとかをただただ喋りたかったというか伝えたかったというか動画に残したかったいただきました。はい、この動画がね、まあ、いいなと思ったらグッドボタンを押していただいて、まあ、ミクルさっきも言ったんですけど、ミクル選手の Twitter ね、僕の YouTube の概要欄に貼っとくので、ここね下にね概要欄に貼っとくので、ぜひぜひフォローしてみてください。彼女のこともねもっとしていただければなと思います。はいはい、それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。トマヘンでした。バイバイ。